こんにちは、兄です。ついにウルトラマンオブが始まりました。いや、第1話めちゃくちゃ面白かったですね。で、ね、第1話開始とともにおもちゃの販売も始まりまして、僕もね、このような感じで購入してきました。で、そうですね、何が一番大事かっていうと、やっぱりこれじゃないでしょうかね。変身アイテムデラックスオーブリングでございます。今回のウルトラマンはカードで変身するんですけども、カードをね、そのリングのところにこう通すことによって、まあ、音声が鳴ったりとか光ったりとか、そういった感じなギミックになっていて、すごい面白いです。レビューの方ね、もう作っておりますので、もしね、興味のある方はここら辺から飛んでみていただければと思います。そして、まあ、ね、変身アイテムの次に大事になってくるのは、そのトリガーとなるカードなんですけども、カードセットの方も販売されました。よいしょ。はい、こちらですね、ウルトラフュージョンカードでございます。ラインナップは銀河ビクトリー、 X 光、ゴモラ、ゴルザとなっていて、ちょっとね、怪獣とウルトラマンのこの組み合わせはちょっとよくわかんないんだけども、まあ、こんな感じになっていて、最近のウルトラマンが多いですね。銀河ビクトリー X で、まあ、単体遊びっていうかね、その1枚のリードでも遊べますし、銀河とビクトリー通せば銀河ビクトリーになったりとか、フュージョンのことも考えたね、セットになっているということで、まあ、ね、最初の遊ぶアイテムっていうかね、最初の、まあ、集めるカードセットとしては、なんかすごくいろいろなことを考えられて作られているものだと思います。背面はこんな感じですね。一応フュージョンの組み合わせとかが載っているとか、そんな感じでございます。次は入れ物系でございます。まずはファイルなんですけども、ファイルの方はですね、フュージョンカードが2枚付属していて、コスモスと X だったかな、ちょっと出しちゃったんで分かんなくなっちゃったんですけども、確かその2枚が入っていたと思います。で、これはですね、ね、人それぞれなところがあって、そのなんていうんですかね、その箱みたいなものにしまってる方もいらっしゃれば、こういうファイルにしまってる方もいらっしゃると思いますし、いろんなね、パターンがあると思うんですけども、僕は結構このファイル系が好きですね。自分でペラペラめくったりとか、そのしまっていったりとか、そういう作業がすごい楽しいですし、やっぱり管理しやすくなるっていうのが一番大きいですね。小さいお子さんは特にね、管理がやっぱりね、うまくないので、こういったファイルは準備してあげるといいと思いますんで、まあ、この純正ファイルじゃなくても全然構わないと思うんですよね。100円ショップとかで売ってる安いものでいいので、まあ、ああいうものをね、準備してこう入れていくと、なくしたりとかね、そういったことも少なくなるんじゃないかなと思います。で、次がこちらの、ウルトラフュージョンカードホルダーなんですけども、付属しているカードはウルトラマンティガのスカイタイプです。劇中にも登場していて、ここをね、カシャッと開けるとカードがね、中にこう入っているような感じなんですけども、20枚入るそうです。まあ、ここら辺もね、まあ、大人は別にこういうホルダーとかなくていいやと思うとは思うんですけども、やっぱこのカードがね、ついてるっていうところで、僕も別にここはそこまで惹かれないんですけど、このカードが欲しいんでね、まあ、今回、まあ、購入してしまったみたいな感じですかね。でも子供にとってはやっぱり劇中に登場して、カードをね、こう入れているものっていうところであれば、やっぱりね、憧れのアイテムになると思うので、まあ、あってもいいのかなみたいなね、そんな気はしております。まだ開けてないので分かんないんですけども、多分そんな大したね、ギミックとかはないと思うんですよね。開けた時に音が鳴るとか、そんなのはないですよね。まあ、ね、雰囲気を出すってところではいいんじゃないかなと思います。次はウルトラマンオーブのスペシウムゼペリオのソフビでございます。はい。で、この人はですね、今回販売された中で唯一ね、フュージョンカードが付いていないおもちゃなんですけども、ね、パンチ力が少し落ちるかなって感じになっちゃいますよね。で、ただですね、ウルトラマンの形をしたものっていうのがこれしかないので、造形を楽しみたい方とかはね、まあ、買ってもいいのかなと思います。ただ、塗装のムラっ気がすごいあるので、もしね、購入を考えている方は、店頭でね、しっかりその塗装の部分とか確認して、自分がね、納得したものを購入した方がいいと思います。結構ここら辺ね、今回造形が細かいからか、塗装がね、はみ出たりとかが多かったので、僕も30体ぐらい見た中で選んできたような感じですかね。だから、ネットとかで買うと、ひどいものがやってきたりとかする可能性十分にあるので、まあ、注意が必要かと思います。
次はデラックス怪獣でございます。第1話に登場したマガバッサーなんですけども、この人はね本当にすごいよくできていて可愛いですね。まあややね塗装は少ないんですけども、でもねこの羽の造形とか本当にすごいよくできていて、いいんじゃないかなと思います。でこれはフュージョンカードついているので、ここの部分でも楽しめるんじゃないかなと思います。でもう一つね怪獣首出ていて、デラックスの、マガグランドキングでございますね。これは次のお話で登場するらしいんですけども、これもねすごいいい造形していて、まあグランドキングものはねずっとここ最近も出続けてるんですけども、今回はねこの頭のあたりの造形がねすごいいい感じになっていて僕は好きです。で一応首も回るっていうね、これが今までとちょっと違う感じですね。はい、そして当然フュージョンカードもついております。はい、以上が土曜日に購入したウルトラマンオーブのおもちゃでした。で、ここにあるカードは何なのかっていう話になると思うんですけども、これはですね、ララポート横浜でフュージョンファイトのテスト機が稼働しておりまして、そこでね、ゲットしてきました。全部で50回ぐらい回したんですけども、いろんなカードがあってね、本当にすごい楽しかったですね。ゲームの方も面白いみたいで、うちの子供はずっとね、アホみたいにやっておりましたね。で、まだ販売されていないカードでいくと、ガイアのカードとか、マックスのカードとか、そういったものがあるので、そういった部分のね、音声確認とかもこの後やって動画にしていきたいと思いますので、興味のある方はね、また見ていただければと思います。ウルトラマンオーブのおもちゃね、この後も順次購入して動画作っていきますので、よろしければね、チャンネル登録の方もお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。男なら